はい、こんにちは。というわけで、やっさんが初めて車を買いました。初めて買った車がミニ。はい、というわけで、やっさん、ローバーミニを買った割には車初めてなんで、洗車をよく知らない洗車をよく知らない車のメンテナンスとかね、あんまり分かってないわけですよ。ということで、ちょっと洗車を教えながらやっていこうと。ただね、ローバーミニはちょっとね、軽く検索したんですけど、普通の車と同じように洗車ってわけにはいかないですね。やっぱり古い車だし、しかも輸入車なんで、例えば横から水吹きかけちゃうと、窓のとこから内側に水が入っちゃうとかね、あとエンジンフードのところ、ボンネットの隙間からも水が入っちゃうとエンジンに水がかかっちゃう。で、水かかっちゃうとエンジンかかんなくなっちゃうっていうことがあり得ると。の説明をバケツを持って、あ、バケツの中身出してた方がいい。でもこう火の開けっぱなし。これで10円で、こっちプリペイドカードを2000円か3000円。はい、ミニは特殊なんで、やった方がいい、なんかしなくていいような気もするけどな。ここだけしといたら、なんか一応不安な気は。そうだね。そこの隙間が年式によって違うのかな。なんとなく隙間が狭い気もするけど。あんま分かってない。いや、分かんない。なんか俺が見た動画の感じが、いや、動画で見た感じってイメージだけかもしれない。あれは？これは？それは上で吹き上げるとき。そうなんだ。はい。はい。そしたら。俺届かないよと思う。違うか。で、ここに入れるの？そう、入れて、これね、泡手洗い。カードのポイントを減らす。あ、で、俺強くするんだけど、強くしなくてほうがいいかな。うんうん。逆に下げるのか。カードをお取りください。カードをお取りください。洗車タワーが到着できます。準備がよろしいです。下げとこう。洗車ソフトタワーで準備がよろしいです。洗車タワーを取りに行って、カードのタワーを押してください。スタートします。はい、初めての洗車。うわぁ、ズブ濡れになる。ちょっと逃げ場がない。
スポンジで屋根から。小さいから楽だね。カエルとクマ。泡も自分が泡まみれになるよ。自分が泡まみれになるよ。ちなみにあと洗うときはワイパーを立てましょう。あ、そうだそうだそうだ、そらそうだ。靴から侵入してきた。一緒でいいのこれ洗う。一緒でいいよ。今日は全然綺麗だからいいんだけど、汚い時は頻繁にバケツの水使って、砂とか噛んじゃうと塗装が一気にいっちゃうから。ちょっと俺を逃がし。
で売らんのないない。普通に吹いていいよ。え、こうじゃないの？いや、あの最近あのやってるやつはなんかそういうのがあるけど、で普通に吹いていいよ。布以上の重さの負荷をかけないというところに素晴らしく美しくなる効能が私はあるの。気になるようでした。今日で抑えて。本当かよ。この水を拭かないと。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。